はい、じゃあ、今回は文献紹介という形で B さんゼミ発表していきます。今回の紹介する文献の情報です。この論文自体は引っ張ってきたのは、アーカイブからなんですが、多分トリプル AI に採択された論文だと思います。そういう説明が入ってます。今回ちょっと、言語処理少ししか含んでないですが、タスク指向の対話システムの例として今回これを紹介したいと思います。対話システムでは、会話データから学習を行うため外部のエキスパート知識を活用できていないという問題がありました。この既存の対話システムというのは、タスク指向、この病気の今回におけるケース以外 の、 そのタスク指向対話の対話システム全体における問題として外部の知識が活用できないという問題がありました。で、本研究ではエンドトゥエンドノーレッジローテッドリレーショナルダイアログシステム、略して KRDS というものを提案されています。でまた、さらに、対話のトピック遷移というものを管理するために、もう一つ、ノーレッジローテッドディープ Q ネットワーク、KRDQN というものを提案されています。このディープ Q ネットワークは、平たく言ってしまうと強化学習のことだと思ってください。はい、で今回、公開されている医療対話データセットとデータセットでステートオブジアと診断正解率で 80% 以上上回りました。また、新たに、集めたデータセットにおいても、今回提案した手法が優位性を示していました。ではイントロダクションです。はい、医療対話システムでは、医師を手助けできる可能性がある、当然ですが、そういう可能性があるということで研究が、進んでいます。その中で、医療知識に基づいた対話および症状と疾患の関係を理解する必要というものが出てきました。ただ既存のタスク指向型の対話システムでは外部知識というものを考慮していません。また、既存の医療対話のデータセットでは、エンドツーエンドの対話学習には不十分というものが問題点がありました。疾患関連を対話制御のトピック遷移に取り込む KRDS という手法を提案しました。また、一般的に医師の診断というものは医療知識と診断経験に基づいているというところから、知識グラフと関連性改善を活用する KRDQN という手法を提案しています。またさらに先ほどのデータセットの問題を改善するために自己申告を含む患者と医師の対話データの構築を新たに行いました。またこの既存のデータセットと新しく作ったデータセット2つの医療対話データにおいて実験を行いました。はい、本研究の貢献としては、医療知識グラフを対話制御のトピック遷移に取り込んだ KRDS の提案と、症状と症状疾患ペアの関係のエンコードをするための KRDQN の提案で、先ほども言った対話データの新しい構築、そしてこの対話データに実験において、この既存手法が高い性能を示したということです。はい、では、提案手法です。はい、まず KRDS の構成図です。大きく分けると、言語理解部分と言語生成部分と対話管理の部分からなっています。はい、でまず言語理解の部分についてです。今回、作られているデータセットが中国語のため、中国語でまず言語理解して、インテントとスロットの識別を行うという仕事があります。この時のユーザーのインテントは、この書いてある4タイプに分けられています。また各バイエル STM で各単語をタグ付けしてスロットとインテントを同時に識別します。この時文脈理解は、ルールベースで管理していて、症状状態、患者の症状の状態を記憶していきます。またこの時の症状を、記憶するためにスロットとして固定ベクトルで症状を表現しています。事前トレーニング、教師あり学習の事前トレーニングをした後に、強化学習をすることで他のユニットと共同でトレーニングをすることができるそうです。はい、で方策の学習です。ユーザーシミュレーターを通して対話制御を学習していきます。で M の疾患と N の症状を考えて、状態はユーザーとエージェントの前回行動と基地の、症状表現と現在の単情報を含んで、いろいろ行動決定を行っていくという形になります。ちょっとこの辺の数式は本当にもう言語処理じゃなくて単なる強化学習の話なんで、今回、省略いたします。
はい、では主に3つの、放射学習の要素があります。1つがベーシック DQN ということで状態を入力して行動を予測するという役割を持っています。で残り2つが今回の提案手法の肝でリレーショナルリフィネメントということで前行動の依存性から関連性改善モジュールをデザインするということで、まあ、ここの前の行動からその次の関連性するモジュールを改善していくという役割を持っています。でもう一つが、ノーレッジローテッドグラフということでこれが、先ほどの医療知識の部分になります。疾患と症状の濃度を持っていて医療知識グラフの重みとして疾患と症状間の条件付き確率を計算していくということで、まあ、これでそのノーレッジローテッドグラフで、まあ、その疾患症状について紐付けていくという役割を持っています。はい、では実験です。まず、データセットを2つ、あります。まず MZ データセットがこちらが既存のデータセットで4種の疾患と66の症状を含まれています。ただこちらは、ユーザーのゴールしかデータセットに入っていないので、今回改めて、ユーザーシミュレータとエラーモデルを利用して先ほどの対話管理のモデルを学習させているそうです。でもう一個が DX メディカルダイアログデータセットということでこちらが今回新しく作られたデータセットです。こちらは、医師が診断を行う中国サイトを使ってデータを収集したものになっていて5種の疾患と41の症状が含まれた527対話のデータが入っています。またあのデータには医療知識のある4人を採用して作られたデータセットになるそうです。はい、ではあちょっとすいませんグラフがちょっと、画像画質が荒くなってしまったんですが、まず1個目の実験結果が、先ほどの1つ目のデータセットを使った実験結果になります。基本的には、一番下のが KRDS、上がベースラインのモデルですね。 SVM を使ったものと、提案書のどっちかを採用したような形でやったもので、一番下がその全部を使った、まあ、今回の提案書法の完成形の KRDS の結果になります。一つを除いて基本的に KRDS の結果が大きく、既存よりも上回っていたりすることが分かるかと思います。はい、でこれが、2つ目のデータセットでの実験結果で、まあ、正答率とマッチングレートも、こちらも、KRDS の方が高いということで、まあ、ただ診断を当てるだけじゃなく、会話も正しくできていて、診断も、正確にできているということがこちらの結果から、分かります。評価で人的評価をまずしています。3人の医療関係者を呼んで、3つの予想で比較、しました。1つ目が、診断の妥当性、2つ目が、最終診断の正しさ、そして3つ目が対話の流暢さです。これらを1から5点で評価して104対話が3人によって評価されたそうです。でこのちょっと画質が荒いので見づらいんですが、すべての項目で今回の提案手法が一番良いという結果になりました。はい、また、訂正分析ということで、こちらが、対話の例ですね。まあ、こちらもちょっと文字小さくて見づらくて申し訳ないんですが、まあ、この例から読み取れることとして、一つ目ではまず、ベースラインがいきなり診察を下しちゃっています。ですが、KRDS は、他にもなんかもしかしたらこういう症状じゃないっていう感じで他にも考える疾患を検討しているということが分かります。また2つ目の例ですと、ベースラインは医療知識がないため、正しい疾患ではないものに、まあ、正しい疾患とは関係のない質問ばかりを繰り返してしまっているという問題があります。
しかし、KRDS の方はその医療知識というものを、外部知識として取り込んでいるので、そういうことがなく、質問をしているということになります。はい、コンクルージョンです。対話管理、自然言語理解と自然言語生成を強化学習によって最適化することを可能にする KRDS というモデルを提案しました。またトピック遷移を管理する KRDQN というものを提案し、さらに医師と患者の対話データセットを構築しました。またこの構築データセットとさらに既存のデータセットを使って高い性能を示すことができました。で、以上で発表を終わりにします。